はようございます、ももこさん。おはようございます、ハレリア。今日はちょうどいい、温度ですね、気温ですね。今日は非常に、まあ基本的にはいいですね。はい、マリちゃん、ルルさん、アイポンさん、太平洋さん、おはようございます。世界中さん、おはようございます。今日はまあ曇り、やや曇りということでしょうか。青空も少しちょっと見えます。雲が、見えます。カズさん、おはようございます。元カレさん、角笛はですね、持ってきてませんね。角笛はですね、まあ、外だとちょっとここは住宅地なので、この場所は角笛はできません。 M さん、おはようございます。今日は土曜日ですね、28日になりますかね、9月28日土曜日です。世界中さん、角笛はアマゾンで買います。アマゾンで買います。ショーファーまたは角笛でググってみてください。ショーファーでググってみてください。ゆうさん、おはようございます。ゆうさん、おはようございます。今日土曜日なので、もしかしたら電波が弱いかもしれません。土曜日というのは多くの人が、まあ、ネットを使うということで電波が弱くなる可能性があります。今電波どうでしょうかね。電波が弱いかもしれません。ちょっと見てみましょう。ちょっと弱そうな感じですね。はい、曜日によって電波が違うんですね。曜日によって電波が違うんです。はい、電波大丈夫。ああ、よかったですね。はい、これくにさん、おはようございます。それでは早速ですね、タイトルいきましょう。タイトル、今日のタイトルは十字架の苦しみ。十字架の苦しみ、このテーマはとても大事なテーマです。誰でもですね、まあ、十字架にかかってるイエス様を見てですね、ああ、すごく苦しんでる。そうですよね、こう、釘をですね、釘を手と足だけ、3本、釘、太い釘ですね、太い釘を3本、打たれてですね、こうぶる下がるっていうことは、まあ、ちょっと想像できないほど苦しみ、苦しいと思います。で、もちろん手も痛いし足も痛いです。そして十字架の苦しみというのはですね、呼吸なんですね。つまりこうぶる下がるというのはですね、結局この呼吸がしにくくなるんです、ね、呼吸がしにくい、こういうふうになっちゃうとですね、呼吸するためにはこう 足をですね、突っ張って体を少し上げないとですね、呼吸ができないんです。つまりまだ元気がいい時は体をですね、持ち上げて、まあ、呼吸するわけですけど、だんだん疲れてくると体をこう持ち上げることができなくなる。そうするとですね、息ができなくなる、息がしにくくなるんですね。はーってこう息ができなくなる。そしてそうこうしているうちに窒息する、十字架のですね、死因はですね、出血多量とかではなくて、窒息による死亡というふうに聞いています。ですから十字架
十字架にかかってすぐに死なないわけですね。十字架にかけられて数時間、十数時間、場合によっては何日も死なない場合もあるそうです。まあ体力のある人だとですね、呼吸ができて何日も死なない場合があります。そういう場合にはですね、ローマ兵が足を折るんですね。その十字架にかかっている人の足を折るんですと、足を折るとですね、もう完全に体をこう上に持ち上げることができなくなります。星さん、おはようございます。そうするとですね、もう手だけです、ね、手だけで体を支えるので当然、呼吸ができない、呼吸ができないのですぐに窒息するという、ですから、なかなか死なない人は足を折ってしまうんです。ぼっちさん、はい、そしてですね、白龍さん、おはようございます。そしてイエス様の場合はですね、朝9時から午後3時まで6時間、十字架にかかってたんですけど、6時間ぐらいで死なれたんですね。窒息して死んだんです。そしてローマ兵はですね、他の両端の人はですね、足を折ったらしいんですけど、イエス様のところに来て、ね、足を折るかどうか、考えたんですけど、そのイエス様の 横っ腹ですね、横っ腹を槍で突いたわけですね。で、死んでることを確認したわけです。死んでることを確認して足を折らなかった。もう死んでればですね、死んでれば足を折ることはないわけですね。そしてそれは旧約聖書の予言に画成就しました。十字架の話はですね、旧約聖書の予言がたくさんありまして、そのことごとくことごとく旧約聖書の予言が成就しました。足が、骨が折られない、イエス様の足が折られないというのも聖書の予言が成就したということですね。イエス様が十字架で苦しんだ、イエス様が十字架で苦しんだ、これはどういう意味でしょうか。どういう意味でしょうか。いくつかの意味があります。一つはですね、私たちが、苦しむ身代わりで苦しんでくださった、私たちの苦しみの身代わりということが言えるでしょう。私たちが十字架にかからなければならなかった、私たちが自分の罪で罰を受け、自分の罪で苦しまなければならなかった、その私たちの代わりに苦しんでくれた、十字架の苦しみ、それはですね、貼り付けにされる苦しみというのは、恐ろしい罪だと思います。恐ろしい痛みだと思いますが、罪の結果なんだということですね。結局苦しみというのは人間の罪の結果だということを表します。十字架をですね、神様が私たちに見せているのは、あなた方の、罪のゆえに、罪の結果は苦しみだよ、罪の結果は苦しみだよということを教えているのではないでしょうか。十字架を見たときに十字架の苦しみを見ます。それは罪の大きさ、罪の深刻さ、
罪の報酬が死である、罪の報酬が苦しみであるということを教えています。私たちは、十字架のイエス様の苦しみを見て、ああ私の罪のために、イエス様が苦しんでおられる、私の罪のゆえにイエス様が苦しんでおられるということを見る必要があります。世の中の苦しみも罪の結果ではないでしょうか。多くの人が苦しむのは、ひどいことされて、ひどいこと言われて、裏切られて、騙されて、暴言暴力で苦しんでいるのが世の中の苦しみです。いじめや、虐待も、人間の罪による苦しみです。この世は罪によって苦しんでいる、この世は罪によって苦しんでいるということを、神様は十字架を通して表しているのではないでしょうか。多くの人の苦しみ、多くの人の苦しみ、それはある意味では十字架の苦しみが、で表しているのではないでしょうか。私たちは人の罪を、見なさい、人の苦しみを見なさい、罪によって苦しんでいる姿を見なさい、そういうことを訴えているのではないでしょうか。私たちは人の自分の苦しみはね、自分の苦しみは叫ぶかもしれない。でも往々にして人の罪を無視する傾向があるかもしれません。人の苦しみを軽く見て、ね、あまり、その人の罪をですね、憐れまない、同情しない、理解しない、そういう傾向があるのではないでしょうか。私たちは十字架の苦しみを見て、人の苦しみを考えなさい、人の苦しみを思いなさいと言っていることがあると思います。ぼっちさん、もちろん、それはとんでもない罪ですよ。学校の先生の性犯罪、それはとんでもない罪です。ハロウィンはなぜダメなんですか。ハロウィンは悪魔のお祭りだからですね。悪魔のお祭りだからです。あやさん、おはようございます。リボンさん、おはようございます。姉さん、私たちは十字架にかかりたくないですよね。十字架にかかりたくないですが、皆さん、地獄の苦しみ、十字架は地獄の苦しみも表しているのではないでしょうか。皆さん、十字架にですね、十字架に永遠にかかるとしたらどう思いますか。死ぬこともできない、ずっと永遠に十字架にぶら下がるということを考えたら恐ろしいと思いませんか。もう本当に十字架から降りることができない、死にたくても死ねない、十字架にずっとぶら下げられて苦しむようなことを皆さん想像できますか。皆さん、それは地獄の苦しみを表しているのではないでしょうか。地獄というのはものすごい苦しみ、ものすごい痛みが永遠に続くということですね。激しい痛みが永遠に続く、それが地獄です。ですから、十字架はですね、永遠の痛み、永遠の刑罰、永遠の地獄に行ってはいけない、十字架のような苦しみが永遠に続くような、そのような地獄に行ってはいけない、私があなた方の罪を許すので、そのような苦しみに行ってはいけないという、まさに神様の愛です。神様の愛が私たちがそのような永遠の苦しみに行かないように救いを与えている、私たちにその地獄に行かない
道を開いている。それが十字架です。十字架は、その地獄の痛みを表しているんです。ぜひ皆さん、十字架を見上げて、その永遠にこの痛む、永遠に苦しむ地獄をぜひ、本当に深刻なことなんだ、地獄に行くことは本当に深刻だということを理解しましょう。そして、もう一つの苦しみがあります。私たちはですね、イエス様を信じました。イエス様を信じました。それはキリストの苦しみを、苦しむという言葉があります。イエス様の苦しみは、ご自身が罪を犯した苦しみではありません。苦しみにはですね、自分の犯した罪による苦しみと、それから、罪を犯していないけど正しいことをして苦しみを受けるという苦しみがあります。イエス様の苦しみは正しいことをしたことによる苦しみです。それは神様に受け入れられるということです。納豆さん、おはようございます。イエス様はご自身の罪ではなく罪人の罪を背負って十字架にかかりました。その苦しみは天のお父様が評価する苦しみです。十字架の苦しみ、十字架の苦しみ、それは神様が受け入れる神様の栄光であり、神の御心であり、愛のゆえの苦しみ、正しいことをしたことの苦しみ、それが十字架の栄光です。ですから私たちはそういう見方で十字架を見るべきです。私たちが十字架を見たとき、それは正しい方の、正しいことをした、正しいことをしたことの苦しみです。そしてパウロは言いました。私は十字架の、イエス様の苦しみを共に苦しむものとして、感謝してるというか喜んでるということです。罪による苦しみを喜ぶことはおかしいですが、イエス様の苦しみを少しでも担うことができる、イエス様の苦しみを担うことができる、それがクリスチャンの喜びと言えるでしょう。ですから兄弟姉妹の皆さん、私たちがイエスキリストの名によって苦しみを受ける、イエスキリストの皆によって迫害を受ける、イエスキリストの皆によって誹謗中傷される、それはですね、キリストの苦しみということで私たちは神様に喜ばれます。ですから、イエス様の皆で悪口雑言言われた時は喜びなさい、喜びを取りなさいと、イエス様が言われました。ぜひ皆さん、信仰のゆえに何か、言われたら喜びましょう。私たちは、私たちの人生はイエスキリストの皆によって苦しむ人生、イエスキリストの皆を信じる信仰による苦しむ人生です。しかしそれは天において報いを受ける人生、天で報いを受ける人生なんですね。ヤギさん、悪コメもイエス様の苦しみなんですか。悪コメによって苦しむ私たちは、神様の報いを受けるということですね。悪コメによって苦しめられる、あ、そうですね、悪コメによって苦しめられることもイエス様の苦しみ、十字架の苦しみと言えるでしょう。
イエス様も罵られました。イエス様も悪口を言われました。しかしイエス様は許しました。罵った人を許し、悪口を言った人を許しました。お医者さん、おはようございます。私たちも、信仰のゆえに悪口を言われるでしょう。信仰のゆえに迫害をされるでしょう。しかし私たちは許さなければなりません。悪込みをする人たちを許す必要があります。仕返しをしてはいけません。罵り返してはいけません。悪口を言い返してはいけません。悪意を持ってはいけません。悪意に対して善意、悪意に対して善意。十字架はそういう意味があります。十字架は悪意に対して愛を示しています。人の悪意に対して、善意、善を表しています。なぜなら、その人間の罪を身代わりに背負っている、人間の罪を自分が罰を受けている、そこに善があり、そこに愛があります。十字架はまさに、悪意に対して善意、悪意に対して愛を表しているシンボルです。ですから私たちは十字架を見て褒めたたえます。賛美します。十字架の素晴らしさ、十字架の素晴らしさ、皆さん分かりますよね。十字架の素晴らしさは分かりますか。節子さん、おはようございます。おはようございます。リボンさん、カリスマの見学は可能ですか。教会に来るということですか。ぜひ来てください。もちろん無料です、ね、リボンさん、ぜひ、教会に来てみてください。明日礼拝がありますね。明日10時半から礼拝がありますので、来てください。ケンタッキーさん、自分はうつ病で仕事を休むことが多いです。だから生活も苦しいです。どうすれば救われますか。悔い改めてイエス様を信じましょう。悔い改めてイエス様を信じましょう。そうすれば、生きる力が与えられます。うつが治っていきます。熱心に信仰に入ってください。そうすれば人生が大きく変わります。その証タイムも行きましょうかね。たくさん、キューちゃんが50代ぐらいに見えるのはなぜですか。それは油杉を受けているからですね。神の命を受けてます。神の力を受けています。誰でも必要です。誰でも神の命が必要です。永遠の命が必要です。ぜひ皆さん、イエス様を信じれば誰でも受けることができます。信じなければ受けることはできません。信じると、イエス様を信じると神の力を受けることができます。ダラクさん、礼拝中の Q さんは眼力、5個が指してるそうですか。礼拝中は特に油すぎが強くなりますよ。礼拝中は油すぎが強くなります。はい、それでは明石タイム行きましょう。イエス様を信じて、イエス様を信じて、十字架の苦しみは、罪のゆえだということが分かった。十字架の苦しみは、私たちを愛するための、私たちを救うための苦しみだということが分かった。十字架の素晴らしさが分かった。十字架は正しいことをするしたことの、正しいことをしたことの苦しみだということが分かった。十字架の素晴らしさを褒めたたえたい、褒めたたえるようになった証。イエス様を信じて十字架の意味が分かってきた証。十
十字架の苦しみが分かってきた証、スタート、スタート、スタート。ケンタッキーさん、鬱が治った方いますよ。鬱が治った方います。私は貧乏ですが、信仰で救われましたが、心が豊かになったのです。アメン。韓国を愛そうと思いました。韓国を愛そうと思いました。僕は以前は暴れて規制を上げてました。今は信仰で、穏やかな気持ちです。アメン。素晴らしい。立派なクリスチャンになるためにはどうしたらいいですか。熱心になることですね。信仰に熱心になりましょう。余命一日でしたが、信仰で生き残っています。アメン。あ、目力って言うんですね。ごめんなさい。眼力じゃなくて、目力。イエス様が我々と同じ肉体をまとって十字架にかかられたことに感謝です。アメン。自閉症が治った。神様はいると思います。自閉症が治った。神様はいると信じます。ルーさん、素晴らしい。セシさん、パウロは、裸で騒いで喜びました。あれは礼拝ではないのでしょうか。ダビデが裸踊りしたのは礼拝ではないのでしょうか。素敵な証を聞くと涙が出る。なんだか嬉しい。アメン。イエス様のおかげで引きこもりが治りそうです。アメン。モンクさん、十字架の苦しみとともに私も自分の十字架を背負ってイエス様に従い生きていきます。イエス様の十字架の救いを毎日感謝し賛美していきたいです。アメン。アメン。悪コメをやめた。もう悪さは嫌だ。神様は見てると思った。素晴らしい。皆さん、このコメントを聞いてください。悪コメをやめた。もう悪さは嫌だ。神様は見てると思った。素晴らしい証です。信仰のおかげで社会復帰することができました。信仰に燃えたいです。山田さん、油注ぎが起きたとき、僕は信仰してて間違ってなかったと思った。アメン。油注ぎで確信が来ます。油注ぎで確信が来ます。信仰すると家族も変えることができますか？家族も変わります。家族も変わります。ダラクさん、キューちゃんが気持ちよく伝道できる場を作りたいと思いました。ありがとうございます。お金が一番だったけど、イエス様が一番だと思った。皆さん、今日は素晴らしいお菓子多いですね。お金が一番だったけど、イエス様が一番だと思った。アメン。素晴らしい。
今日素晴らしい証が多いのは悔い改めたからです。アメン、アメン。ダラクさん、仕事が終わってゲームばかりの自分を叱りたいです。はい、それではファイナルメッセージいきましょう。ファイナルメッセージです。この放送はゲームより有意義な時間を過ごせる。アメン、アメン。天国ではですね、天国では苦しみが全くありません。苦しみが全くありません。しかし地獄は永遠の苦しみです。永遠の苦しみです。しかしこの世では、この世では多くの人が罪によって苦しみ、またクリスチャンは信仰によって苦しんでいます。ですから兄弟姉妹の皆さん、私たちの苦しみは、天に届き報いを受けますので、イエス様が来られるまで、イエス様が来られるまで皆さん忍耐しましょう。忍耐しましょう。私たちの苦しみは、十字架の苦しみです。私たちの苦しみは十字架の苦しみです。私たちは、しばらくの間、しばらくの間苦しみますが、それは私たちはイエス様と共に、イエス様と共に人を救うための苦しみ、神の名による苦しみ、そこに神の栄光があります。罪の苦しみには栄光がありませんが、信仰による苦しみ、愛の苦しみには神の栄光があります。神の栄光があります。兄弟姉妹の皆さん、しばらくの間、しばらくの間忍耐し、イエス様が来るまで、イエス様が来るまで、この尊い働きを続けましょう。尊い信仰の道を歩みましょう。神様は、喜んでおられます。皆さんの信仰を喜び、皆さんの苦しみを喜んでおられます。ですからイエス様と共に苦しみ、イエス様と共に歩みましょう。イエス様がもうすぐ来てくださり、皆さんに慰めを与えてくれます。皆さんに喜びを与えてくれます。信仰で歩みましょう。信仰で歩みましょう。今日の放送を聞いて、そうだったのか、十字架にはすごい意味があったんだ、十字架には驚くべき意味があったんだ、今まで知らなかった。十字架にはそんな意味があったんだ。自分の罪によって多くの人が苦しんでた。自分の罪によって神様が苦しんでいた。知らなかった。これからは罪を悔い改めて、神様を苦しめることをやめ、また、隣人を苦しめることをやめよう。これからは、罪をやめて、人々を苦しめることをやめて、人々を喜ばそう。イエス様を喜ばし、隣人を喜ばす生き方をしよう。罪によって人を苦しめることをやめよう。正しいことをして苦しむ人生を始めよう。そのように思う方、アメン、アメン。人を苦しめるような生き方をやめて、人を喜ばす生き方を始めようと思う方、アメン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 。ゆうちゃん、悔い改めてイエス様を信じましょう、ね。イエス様を信じれば、パチンコの悪霊が出ていくでしょう。
今日は一日中聖書を読むぞ。素晴らしい。今日は一日中聖書を読むぞ。天のお父様、感謝します。私たちは、知らず知らず人を苦しめ罪を犯してきました。ごめんなさい。私たちは本当に自己中で平気で、人を苦しめましたけど、ごめんなさい。これからは人に対して優しく、人に対して寛容に、愛を示すことができるように助けてください。イエス様が、十字架で、苦しんでいます。私たちは、イエス様の苦しみを共にして、私たちは正しいことをして苦しむ、人を愛して苦しむ、そのような生き方ができますように助けてください。今アーメンと言った方々が生まれ変わりますよ、生まれ変わりますよ。イエス様を信じて聖霊を受けて生まれ変わりますよ。そして、イエス様と共に、イエス様と共に、神の愛で、十字架の苦しみを負って、十字架の苦しみを負って歩むことができますように、どうぞイエス様祝福してください。イエスキリストを信じる者たちを祝福してください。祝福してください。祝福してください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン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 。はい、皆さん、十字架の苦しみ、理解できたでしょうか。ぜひ皆さん、正しい理解の中で真理を知って、イエス様に従っていきましょう。自分の十字架を背負っていきましょう。罪に忍耐し、そして、イエス様を述べ伝えましょう。十字架を述べ伝えましょう。そして天において宝を積んで、将来永遠の痛みではなく、永遠の苦しみではなく、永遠の喜び、永遠の喜びの未来を受け取りましょう。命の道、命の道を歩みましょう。それでは皆さん、今晩はもうないんですけど、明日の朝10時半、明日の朝10時半、礼拝があります。一緒に礼拝しましょう。一緒に十字架をあがめ、十字架に向かって賛美しましょう。神の愛を賛美しましょう。神様の素晴らしさを賛美しましょう。私たちのために死んでくださったイエス様、私たちのために苦しんでくださったイエス様に向かって賛美しましょう。賛美しましょう。それでは、明日お会いしましょう。良い一日を送ってください。十字架に向かって、喜ぶ一日を送ってください。それでは、シャローム。ありがとうございました。良い一日を。シャローム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 。